遥かなる旅路、さらば友よ。やろう。最終ラウンドだ。無駄だ。朝日を待てば塵になる。てめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。100年にわたって生き続けてきた悪の帝王ディオはついに滅びた。その肉体は朝日にさらされ、塵と化して消滅した。
ジョータローとジョセフは心の中で激闘の最中に倒れていった仲間たち。アブドゥル、イギー、華僑院に戦いが終わったことを報告するのだった。その後、エジプトの空港にはジョータロー、ジョセフ、ポルナレフたちの姿があった。辛いことがたくさんあったが、皆がいたから楽しかった。この言葉が旅のすべてを表していた。彼らは肩を組み、互いに別れの言葉を言い合う。それじゃあな、しみったれたじいさん、長生きしろよ。そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れるなよ。また会おう。わしのことが嫌いじゃなけりゃな、まぬけずら。忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜ、てめえはよ。元気でな。そしてポルナレフは祖国フランスへ、ジョータローとジョセフはホリーが待つ家へ。今、帰還の旅が始まる。